はい、土曜はどんの5月11日の放送が終わりました。はい、ありがとうございます。ハーフエピソードが ね、言いましたけど、リンゴ娘がもうギリギリで間に合ってくれました。どうしようか、このまま先行後だけでね、お別れするけど、どうしようと思ってんの。なんでよ、つなぎできたんだぞ、俺は。すいません、9時までって聞いてたよ、9時までって。結果最後のアフタートークまで。楽しかった、ね、でも楽しかった、よかったね、楽しかった、ありがとうございます。千川さんの番組の、ね、告知もした方がいいんじゃないですか。そうだ、毎週日曜日、午後6時5分から、RAB ラジオ、キューティーブロンズのハッシュタグますますやってみますという番組やってます。ちょっと見てね、あ、聞いてね。せーの、聞いてね。ちなみにこの中で聞いたことある人でーす。聞けよー。そういうことです。マジかよ、ここで言って聞いて。じゃあ、ドローはどんどん宣伝もしておきましょう。そうですね、じゃあ4人かやってもらおう。そうね、じゃあ1人ずつ PR してって。ドローはどんどん、PR、ドローはどん、見てねラジオ。見れない、見れない、放送は何曜日の何時から。一番最後のやつのやつだから。もう続くんだよ。リーダー行こうか、リーダー、オリン行こうか。一言でいいんですか。いいよ、何事でもいいよ、何事でもいい、何事でもいい。なんか土曜日の夜になんかやってるやつあるんで、ラジオの方なんで聞いてください。ちょっとしまいねえな、時行こうか。はい、あの、自由自在に喋ってます。それが自由自在じゃないから。放送の曜日と始まる時間だけジョナちゃんに言ってくれる。はい、RAB ラジオ土曜日のですね、19時30分から行ってますので、ぜひ皆さん聞いてください。やっぱ年ね、ジョナちゃん、ジョナちゃんはやっぱ、ありがとう、ありがとう。